生なのに生じゃない鶏刺しやボリューミーな野菜巻き串と炭で焼く焼き鳥が絶品すぎるお店に突撃。はい、ぐいぐい大分探検隊がご紹介。店内に入るとすぐにテーブル席、奥にはゆったり座れるカウンター席、とても落ち着いた雰囲気なのでゆっくりお食事を堪能できます。まずは鶏刺しをいただきます。こちらは大分冠地鶏のオールドハム、もっちりとした肉質の新食感、うまー、皮も甘い。さあ、いい感じに焼き鳥が焼き上がってきましたよ。はい、到着。今回は本日のおまかせ串をオーダー。炭でじっくり丁寧に焼かれた焼き鳥は、外はパリッと、中はジューシー。素材の味を生かした味付けが最高に、マイユー。一番人気のエビ豚巻き串もゲット。エビのプリプリ食感に豚の脂の甘みがプラス。この組み合わせを考えた人、天才。生食感な鶏刺しや、ボリューミーな野菜巻きが味わえるこちらのお店は、串焼きと野菜巻きの店、炭治郎さん。激うま焼き鳥を頬張って、ビール注入しちゃいましょう。本日ご紹介したお店の場所はこちら。シャバンダラ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 